文京区立久保町小学校は東京都文京区大塚三丁目にある公立小学校。大正15年に開校した小学校である、後見学園の前、春日通り沿いに位置する。またこの小学校は関東大震災による震災復興小学校であり、震災復興時の面影を残していることでも知られていた。2006年度、 5階建ての新校舎に建て替えられた。10月2日開校式局を後期制定。11月東京都新教育研究実験学校指定。東京メトロ丸の内線明ヶ谷駅より北西側に徒歩約3分。都営バストレーニー系統、トレーニオツ系統及び文京区コミュニティバスビーイグル目白台、小日向ルート、久保町小学校バス停から徒歩約1分。 作詞、松井義雄作曲、杉原正幸一、常磐色、小木かやの木の青空ついてすくすくとそびえて高き、我が希みなで仲良く腕組みんで正しく素直に、伸びようように、菊の香りは、父母の恩愛深い真心と教えの庭に道におうみなで、元気によく学び文化の花を咲かそうやん、普段の雪の富士の山清い姿の静けさは、 国の印を曲がりそう皆の力で築き上げ平和な日本を作ろうよ。ありがとうございます。